私たちは一つの空を分かち合っています。さあ、モエレ沼から始めよう。札幌市の北東に三日月湖に囲まれた美しい公園があります。かつて私たちの生活ゴミが積み上げられた場所でした。29年前、一人の男が描いた大地の彫刻、芸術作品として再生したこの公園に子供たちの笑い声が響いています。今年6年目を迎えるモエレ沼芸術花火、ここでしか実現できない新しい芸術の形、彼の思いを引き継ぎ花火を打ち上げます。いつか私たちが北海道最大級、音楽とシンクロするグレートスカイアート、ヨーロピアン花火との共演、イタリア人花火師が見せる欧州の美、雄大に繊細にもっと美しく、札幌から始まっている花火新時代、私たちの手でつないでいこう。愛する人と見る、大切な人と口ずさむ、モエレ沼芸術花火2017、9月9日開催。